リモン・チェン・ペイドロ、ラモン・サン・ペドロ・カメアンは、スペイン・アコル・ニャ県ポルト・ド・ソン出身の漁師、尊厳士活動家。1968年8月、商船で働く船員として自宅近くのガリシア州の、海に飛び込んだ際に目測を誤って、背中を折り、首から、下が全く動かせなくなり、以後28年間寝たきり生活を送っていた。自身が、 半身不遂だったため、尊厳死を図ること及びその解除を社会的に認めるよう活動し続けた。また、シュキカルタスデスレール・インフィエルノを執筆し、後に、それを元として2004年に、アレハンドロ・アメナーバル監督により制作され、アカデミー賞をはじめとして様々な賞を獲得した映画、海を飛ぶ、夢のモデルになった。カトリックの影響が強いスペインで最初に、 尊厳死を求める運動を始めた人物でとも考えられている。スペイン国刑法では当時から一貫して尊厳死の解除を罪に問う姿勢を崩していないため半身不随の身では自殺も図れないとして裁判に訴えた。2021年までスペイン国刑法143章4項では死に至る病を患っていたりらえがたい苦痛をこっており 自死を真剣かつ明確に希望している人物の死を直接間接的に引き起こし、または補助した者は間接的に関わった場合2年から5年の懲役、直接の場合6年から10年の懲役に処すとされていた。2004年に自身が主人公のモデルとなった映画海を飛ぶ夢が公開されてからスペインでは死の権利や安楽死を求める民意が高まり、 2021年には、スペインで安楽死と自殺幇助が、合法化され、ラモン・サンペドロは、その合法化の立役者となっている。1998年1月12日、ガリシア修道県ボイロにて、生産カリを服用し、自殺した。これに伴い、ラモン・サンペドロの自殺を幇助した友人の、ラモン・ナマネイロは自殺直後に警察に逮捕されたが、2日後に、 証拠不十分で釈放された。彼女は、容疑の事項が成立した7年後に自身が解除を呼び、ビデオを撮影したことを正式に認めた。コンシーダーシオニスバイオエティカスイエヌトルのアルカーゾデ、リモーン・チェンペイドロ。2021年3月20日閲覧。A.B. ザ・シーン・サイド、マール・アデントロ、A. ディファレント・ビュー・シックス・イヤーズ・アフター・ザ・アカデミー。 アワード、ABCD、a スーサイドテープオン TV、インフレームズ在収インスペイン。ザ、ニューヨークタイムズ、一瞬0362から4331、https、w w w ニータイムズ c o m 1998、0309、ワールド、a スーサイドテープオン TV、インフレームズ。 在州インスペイン HTML2021 年3月20日閲覧ラモンサン・ペドーロの遺書ベッドでマスコミのインタビューを何度も受け自身の考えを発表し続けた YouTube でそれらの映像を見ることができるホワイデスード・ビーエビクトリー・フォーラモンイン・フンノ・デ・シエーラ・フィル・デビッソンザイン・ディペンデント2021年3月20日閲覧 a、B スペインエスパーラメントリーガライゼズユーサネージアンドアシステッドスーサイド。フランス24、2021年3月20日、閲覧。ユニバーシティオブミネソタヒューマン・ライツ・ライブラリー。HRLIBRARI.UMN.WEDU。2021年3月20日、閲覧。スペイン警報143章ペレス、ロペス、ファウスティーノ・アール。 The Debate About e u t h An Asia Remains Open in Spain HTTPS www.bmj.com Rapid Response 2011 1030 Debate About e u t h An Asia Remains Open Spain Suicide Film Sparks Light 2 Day Debate The Guardian 2021年3月20日閲覧 ユーサネージアビルスパークスフィアスディベートインスパニッシュパーラメント www.majorcaidalibulletin.com2021 i,、e、i com 2021年3月20日閲覧スペインリーガライゼズユーサネージアンドアシステッドスンサイドユーロニュース2021年3月20日閲覧スペイン安楽死自殺法上合法化 www.msn.com 2021年3月20日閲覧ありがとうございます。